東京工場像は東京都港区芝にある種類製造会社。素業の日本酒造りを東京都心では約100年ぶりに再開。2018年3月時点では東京特部唯一の酒蔵である。酒蔵は鉄筋コンクリート造りの4階建てビルを改装しており、温度管理で通年の式醸造を行っている。仕込みは東京都水道局の水道水を使っている。 その理由として、同社当時は、以下の理由を挙げている。1812年、品濃国飯田出身の林金三郎は上京し、江戸の芝で作り酒屋を開業した。1844年、天保の改革の失敗の影響を受け、若松屋は当時の斎藤重三郎に託された。その後、斎藤重三郎の息子に受け継がれ、薩摩藩の出入商人となり、繁栄を遂げた。 1909年、酒税を占費としていたとする、日清日露戦争の影響により経営が傾き、酒造業を廃業し、食堂を経営。太平洋戦争後は、ファッション雑貨業を経営した。2005年、七代目、斉藤俊一により、酒造業としての若松屋を再興。2008年、税務署に、酒造免許を申請。2010年、酒造免許を取得。 2011年運営を若松屋とする酒造東京工場造を開業。2016年製酒製造免許を取得。現在、江戸会場ブランドの日本酒を醸造を販売する酒造メーカーである。土曜午後1時マイナス7時。ありがとうございます。